ヒット商品を生み出し続けたアップル研究員だからこそ開発できた赤色と青色の区別がつけば誰でも儲かるシステムなんです。はいどうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回はアップル研究員と秘密共同開発、世界を制する技術でバイナリーを制し1億円のボロ儲けに成功した勝率 97% 超えの極秘シグナルの全貌を大公開していきます。突然ですが重要なんで初めにお伝えします。これから紹介していく内容は機密情報ギリギリの内容が含まれています。そしてかなりヤバい情報となってるんですぐに動画を消す可能性が高いです。そういうこともあり共同開発先のアップル研究員の方のこれ以上の情報には触れられません。この動画はくれぐれも取り扱いには気をつけて今すぐご覧ください。公害だけは控えてくださいね。今回はついにトップシークレットで進めてきたアップル研究員が提供する世界的な技術と僕のバイナリースキルを融合させ1億のボロ儲けの結果を出すことに成功した極秘シグナルの初公開となります。では早速進めていくんですけど驚かないでくださいよ。今回のシグナルを導入し叩き出した利益がこちら。今回検証のご協力いただいたのはなんと開発にも大きく携わっていただいたアップル研究員 S さんです。共同開発だけにとどまらず利益をギャランティーにする条件で検証までやってもらったんです。でこの数字ね見てもらえれば分かる通りもう申し分ない額をねお渡しできたんじゃないかなと思ってます。そしてこのシグナルがとんでもない機密兵器だということは証明できたんで僕の生産にも使っていただきたいなと思ってるんですけどこの動画を見ることができたあなたにも同じ結果を出してもらうんで覚悟して今回の授業を受けてください。先ほどもねお伝えした通り機密情報ギリギリの内容になるんで本当にねいつこの動画をね非公開にするか分かりません。今このタイミングですぐに全部の内容に目を通して必要な内容はメモを取るようにしてください。準備は大丈夫ですか？早速やっていきましょう。今なら LINE 登録者限定超初心者でも即上級者になれる総額100万円の極秘教科書を完全無料でプレゼントします。現在127名全員が即日180万超えを記録。この期間が終了すると有料になってしまいますので絶対に逃さないようにしてください。そして今すぐ稼いで即日現金化を希望の方必見。100名以上の初心者が月収500万超え陽介式トレード術を簡単 LINE 個別指導実施中。この機会は絶対に逃さないようにしてください。それではね本日の授業を始めます。今回あなたに1億のボロ儲けを目指していただくアップル研究員 S さんと共同開発した極秘シグナルの名前は BR コンボとなります。挿入方法や設定そしてどのようにして先ほどね紹介したアップルの研究員 S さんのような結果をね出すことができるのか実践トレードをお見せしながら説明していきます。そして最終的には極秘でね完全無料でお渡しする今回の BR コンボとこの右側のねバナーにもある僕の生徒が180万超えを達成した実績がある極秘教科書の受け取り方法と受け取りに必要なキーワードについてもお伝えしていきますのでしっかりと動画の中の情報は見逃さないように受講してください。ここからは極秘シグナルのロジックを明かしていく機密情報ギリギリ内容となるんであなただけがね見ることができる状態でご覧ください。くれぐれも電車の中とか街中とか公共の場で誰かに覗き見されるようなことがないようにしてくださいね。そして撮った目は絶対に紛失しないようにいいですか？それではね今日使用する BR コンボについてお話をしていきます。まあこれね僕とアップル研究員の S さんが共同開発した世界基準のねインジケーターとなります。すでに MT4 の標準で入っているシグナルなどを利用した経験がある方はまあ聞き慣れたワードが入っていることがわかるかなと思います。ただまだね利用したことがない人のためにね簡単に説明していくと MT4 に標準で入っているボリンジャーバンドと RSI っていうねインジケーターのいい部分を融合させたとてつもなく有能なハイブリッドインジケーターとなるんです。標準のインジケーターの中ではかなり利用されることも多いトレンド系のボリンジャーバンドとオシレーター系の RSI の2大シグナルが掛け合わさっていることからトレンドフォローに強くそして買われすぎ売られすぎをいち早く察知することも得意なんです。順張りだろうが逆張りだろうが楽に勝率高い指標を出してくれるインジケーターとなっています。じゃあこのようなインジケーターがね出す指標っていうのはサインシグナルのようなものに近いんです。まあロジックを説明すると RSI が50以上の時にローソク足の高値がボリバンの2シグマよりも上にあれば青いシグナルが出現 RSI が50以下の時にローソク足の安値がボリバンのマイナスシグマよりも下にあれば赤いシグナルが出現。まあこの辺は BR コンボが勝手に判断してシグナルを出してくれるので
あなたはなんとなくね、こういうロジックなんだなって思ってくれてれば大丈夫です。つまりこのシグナルに従ってエントリーをするだけで勝率が高いトレードが可能になってしまうってことなんですね。大丈夫ですか？誰かに覗き見されてないですよね。引き続きあなただけがご覧いただける環境で授業を受けてください。それでは BR コンボの挿入法をお伝えしていきます。じゃあちょっとね、忘れないように、今回は1分取引で進めていくので MT4 のこの部分ですね、これ必ず M1 にしておきましょう。でもしまだね、あなたのパソコンの中に MT4 が入ってなくて導入方法などがわからないっていう場合は、僕の LINE にマネーフローと LINE でメッセージをください。5分ぐらいでできる簡単なマニュアルをお渡しするのはもちろんのこと、僕の LINE に登録しておけば設定方法や分析してしっかりと勝ち続けて利益を上げていける方法などもくまなくお伝えしていくので、必ず入手するようにしてください。では早速挿入していきましょう。まずは MT4 のこの上部のメニュー項目ですね、こちらの挿入を押しましょう。インジケーターのカスタムの中にありますこちらBR コンボを選択してください。そうするとこういったね、設定画面が表示されます。まず全般のところで DLL の使用を許可する、シグナル設定の変更を許可するですね。まあ僕の動画ね、普段ご覧になっている方であれば、まあ毎度ねおなじみの工程なんですけども、全般はね必ず全てチェックが入っているようにしてください。あ、ちなみにね、下限設定上限設定は3なくて大丈夫です。これものによってはね、別のインジケーターによってはもともとチェックが入っているものもあります。それはそれでそのままで構わないんで、ここは基本触らないっていう風に思っておいてください。じゃあ次にパラメータの入力を押していただき、ここでね一応設定値変更することができます。まあ基本的には全てねデフォルトで設定組んでるんで、まあ基本的には直近相場に合わせて設定値組んでるんで、このままお使いいただいて構いません。じゃあ次にこの色の設定ですね、まあ今回指標となるねシグナルの配色なんですけども、特に見づらいものではないんで、このまま使っていきましょう。じゃあね、ちょっと入れていきましょうか。はい、したらこんな感じでね挿入されれば OK です。まあこの色とかって別にねお好きな色に変えていただいて構わないです。まあ僕はね基本的には陽線が赤、陰線が青で設定してるんで、まあエントリーの場合はまあ赤いグラフがね表示されて、ローエントリーの場合はまあ青いグラフが表示されると、まあこんな感じでやりやすいようにね設定してみてください。それではお待ちかねの実践トレードに移っていきたいんですけど、すごいね結果を目の当たりにすると思うんで、とくとご覧ください。どのタイミングでエントリーをしていくのか、そしてどんな感じで利益が増えていくのか、腰を抜かす結果が飛び込んでくるでしょう。その前に誰かに覗き見されていないか周りをね見渡していただくことと、 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、それではねまずハイエントリーからねやっていきましょう。まあ基本的にはねボリンジャーバンドと RSI の指標に基づいて BR コンボがねシグナルを出してくれるんで、そのシグナルの色に合わせてエントリーをしていくというような感じですね。まあ本当にサインシグナルのようなねノリでできちゃいます。はい、そうしましたらしっかりとね条件位置の確認ができましたので、まあ10万円ですね、こちらでハイエントリーを1本だけ仕掛けました。まあ結構ね簡単なインジケーターになってます。まあ後ほどねワンポイントアドバイスとか勝率を高くするための方法なんかもお伝えしていくんですけども、まあこのままね十分勝てるっていうところをねこの実践を通して見ていただければなと思います。でまあちょっとエントリーするタイミングなんですけど、このね下に表示された BR コンボのシグナルありますよね。このシグナルの真上のねローソク足の次の足が確定したらエントリーします。このタイミングだけね絶対気をつけてください。現在足の一つ前にこのね赤色のグラフが表示されます。なんでそのグラフから見ると次の足でハイエントリーとなりますので、ここはね必ず間違いないようにしてください。むしろこのタイミング間違えちゃうと確実に負けます。まあ当たり前ですよね、全然条件違うところでねエントリーしてるっていうのはもう負ける原因の一つとなりますので、必ずねここは間違いないようにしてください。はい、じゃあね結果が出まして、無事にね陽線が形成されてますので勝ちとなります。でペアトレスね 1.9 倍となりますので9倍のね利益の獲得となります。はい、そしたらハイエントリーポイントは以上となるんですが、1分で9万円の獲得です。どうでしょう、わずか60秒っていう一瞬の取引で9万円が入ってくるわけですから、バイナリーオプションの即金性の魅力は半端じゃないです。じゃあ続いてねローエントリーの方も勝負を仕掛けていきましょうか。じゃあねローエントリーも同じく1分取引なんですが、取引通貨は USD、JPY、ドル円でいきます。でペア取率はね 1.95 倍ですね、こちらで設定をしましょう。で勝てばね今度は9万5000円の利益になりますので、先ほどねハイエントリーも利益がでかいです。はい、そうしましたらねしっかりと条件位置の確認ができましたので、まあ10万円ですね、同じく10万円のローエントリーを1本だけ仕掛けました。まあやることはねハイエントリーと一緒です。ローエントリーの場合はこんな感じで青いシグナルが下にね表示されるんで、シグナルの真上にあるローソク足の
次の足が確定したらエントリーを行ってください。まあ、設定でね、色はいつでも変えられるんで、見やすい配色でね、ちょっと試してみてください。はい、じゃあね、ちょっと結果まで待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね、陰線が形成されてますので、問題なくね、勝つことができました。で、今回ペア取率 1.95 倍ですね、10万円のエントリーですので、9万5000円のね、利益の獲得となります。はい、そうしましたらハイエントリーローエントリーね、紹介してきたんですが、どうでしょう。まあ実際このシグナルに従ってね、取引をしていくだけとなりますので、全く難しいことはなかったんじゃないかなと思います。で、アップル研究員ね、 S さんはおそらく普段の月収はなかなかいいお金もらってると思うんですけど、そんな S さんも、陽介さん、バイナリーって簡単なのに本当にこんな稼げるもんなんですねってめちゃくちゃね、驚いてたんで、まあ、常識外れの人生をね、手に入れることができる手段としては最良の方かなと思います。ただし、しっかりと有能なシグナルを使ってトレードしないと、負けっぱなしの取引にお金も気持ちもすり減ってしまうんで、シグナルの選択は非常に重要です。僕みたいにくまなく検証して確実に勝てるシグナルを無償で提供している投資塾ってなかなかいないんで、僕からの情報を取り逃すと後々ね、かなりの痛手になるかなと思います。しっかりとね、ついてきてください。それじゃあ続いて、ここからさらに安心してトレードができるようになる勝率アップポイントを紹介していきます。1回も負けをね、許したくないって人はしっかりと見て、じっくりと学んでください。そしたらその前にちょっとコマーシャルに入ります。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。それでね、いよいよこっからさらに勝率を上げていくワンポイントアドバイスになります。まあ、もちろん勝率 97% 誇る今回の BR コンボなんですけど、今のままでも問題なく勝ちトレードをね、していくことができる前提での話になります。ただ、さらに安心して取引をね、行っていきたいっていう方のためにある方法をお伝えしていきます。まず説明すると、 BR コンボってサインシグナルのようなインジケーターになるんで、表示されたシグナルのね、通りに簡単にエントリーをして勝つことができるっていう反面、その仕様からは自分でそれ以上の分析をすることができないんですよ。表示されたシグナルの通りにね、簡単にハイかローを判断することができる素晴らしいメリットの分、わずかなデメリットをお伝えするとしたら、その部分なんですよね。で、本当にね、ごく稀ですし、まだその状況ね、出くわしたことはないんですけど、今後 BR コンボを使ってトレードをしていくと、限りなく少ない割合ですが、おそらく騙しに遭うことも考えられます。やっぱりチャートを動かしているのは紛れもなく人間なんで、いくら正確だと言われているテクニカル仕様だとしても、どうしてもね、分析とは違う動きをすることがあるんです。まあ勝率 100% っていうのはないですからね。まあ、先ほどもお伝えした通り、 BR コンボは順張りだろうが逆張りだろうが、ありとあらゆるローソク足の動きをいち早く読むことができる、かなり優秀なインジケーターになってるんですけど、チャートに突然起こる予想外の動きには対応できない場合がどうしてもあるんです。で、ボリンジャーバンドのバンドから急にチャートが外れていくバンドブレイク、あとは急激な価格変動で起こるバンドウォークなどが発生した場合、この BR コンボが表示するシグナルだけでは騙しをね、察知することができない場面が稀にあるんです。じゃあどうするのかってところなんですけど、対策ならもちろんあるんで安心してください。ただ一つね、言っておくと、勝率は間違いなく 97% 起こる世界技術が組み込まれたインジケーターなんで、ごくごく稀に起こる騙しにあって負けることがあったとしても、勝つ回数の方が圧倒的に多いんで、利益がマイナスになる可能性は限りなく低いです。しかし1回負けると、やっぱりメンタル的にもね、かなりダメージを食らってしまうっていうのは初心者さんによくあることなんで、負けることも楽しみの一つと考えられるくらいのね、本当に気持ちに余裕ができるまでは限りなく安心して取引をすることができる方をお伝えしていくんで、ぜひね、ちょっと試してみてほしいなと思います。それはボリンジャーバンドと RSI を MT4 に追加してトレードを行う方法です。まあ、この授業の初めの方にね、 BR コンボのロジック説明したと思うんですけど、この BR コンボはボリンジャーバンドと RSI の2つのロジックが融合されて作られていることをお伝えしました。しかし BR コンボはシグナルを確認して簡単にトレードをすることを目的としてるんで、表示するシグナル以外の仕様をあえて見せないような仕様になってるんです。ですがボリンジャーバンドと RSI を追加することで、2つのシグナルが出している大元の仕様をね、確認しながらトレードすることができるんです。なので3つの仕様を元にトレードすることで、 BR コンボが出しているシグナルが騙しに合っていないかどうかをね、読み解くことができるようになるんです。それでは早速ね、ボリンジャーバンドと RSI を MT4 に追加してみましょう。追加するね、容量としては BR コンボを追加した時とほぼ同じ感じです。まず MT4 のこの上ですね、挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちら、ボリンジャーバンドですね、こちらを選択してください。
そうするとこういったね設定画面が表示されます。パラメータのところで期間が20、偏差が2、適用価格はクローズですね。でこれデフォルトの数値です。まあリセットをしてもらえればね、このデフォルトに戻るんで、返したらリセットをしてください。でまあちょっと色戻っちゃったんですけど、ここをねちょっとまあ視聴者の方からコメントいただきまして、こういったね緑とかピンクとかちょっと分かりづらいよと、まあもうちょっとね明るめな色がいいよっていう希望がありましたんで、今回はちょっとねオレンジで設定していきたいなと思います。まあおそらくボリンジャーバンドオレンジでね設定するのぶっちゃけ初めてなんですけど、まあ全然僕も分かりやすいような動画作り目指してるんで、まあ気兼ねなく全然言ってほしいなと思います。はい、じゃあまあこのようにね設定ができましたら挿入していきましょう。あ、ごめんなさい、もう一つねちょっと線の太さ、これ太くしましょうか。はい、このぐらいだったらね分かるかなと思います。じゃあこの流れと同様に RSI も入れていきましょう。こちらの挿入インジケーターのオシレーターの中にありますこちらリラティブストレングスインデックス、こちらを選択してください。そうするとこれね設定画面が表示されます。パラメータの部分で期間今14となってます。これデフォルトの数値なんですけども、まあ、今回ね BR コンボの RSI の、ね、設定値自体は、まあ、21と設定してるんで、ここもちょっと統一しましょう。このぐらいですかね、デフォルトの数値と変える部分はこのぐらいです。まあクローズでここですね、ちょっと水色がねぶっちゃけ見づらいってね感じてるのかなと思ってるんで、まあ正直ね設定する色結構まあ悩む部分でもあるんですけど、無難に赤色で設定しましょうか。はい、じゃあちょっとこんな感じですね。同じくね線を太くしていきましょう。で次にレベル表示押していただいて、こちらもねまあデフォルトの数値で入ってるんですが、これね一旦全部消しましょう。この削除から消していただいて、ここで50を設定していきます。まあ接しない方はね分かると思うんですが、今回50を基準にまあ上にあるか下にあるかっていうね判断基準のもと、こうBR コンボねロジックに組まれてるんで、ここもちょっと50で設定してあげましょう。じゃあちょっと入れていきましょう。はい、そしたらこんな感じです。まあここまでね表示できるようになれば、あとは BR コンボが出す指標をもとにボリンジャーバンドの平均線と偏差、そして RSI が出している売られすぎ買われすぎの指標との比較で勝率を上げていくことができちゃうんです。でこの部分でまあちょっとね条件一致してるポイントで線引くんですが、ちょっと勝ってるんでねこれ色変えましょうか。はい、じゃあちょっとねパッと今条件一致のポイントに立ち線引いちゃいます。うん、こんな感じですね。これがまあ条件一致してるポイントとなります。で基本的にはこうやってこうグラフがね続いてる部分あるんですけど、こう最初だけですからね、これ間違っても連続エントリーはしないようにしてください。必ず条件一致した足、まあ現在足の前にねこうやって表示されるんで、このエントリーした後は必ず次のねポイントまで待ちましょう。でもっと言うとですよ、ローエントリーしたんだとしたら次はハイエントリー、ハイエントリーになったらローエントリーっていう感じで、なるべくこう交互でねエントリーしていくのが望ましいです。まあこういう風にね連なってるポイントはまあ絶対的にあるんですけど、もし精度を高めるんだったらちょっとこういったところもね意識してみてください。まあ基本的にはこのスクイーズ状態ね、平行になってるスクイーズ状態から徐々にこうエクスパンションしていくような部分ね、これは万が一その方向に流れちゃう可能性があります。だからここそしてここで、この2つのポイントですね、今枠で囲ったポイントに関しては結構ねいいポイントです。でもここね若干エクスパンションねしそうな予兆ありますよね。まあ結果的にはちゃんと反転してねしっかりこう取れてるよっていう話ではあるんですけど、まあ堅実に行きたい方はねここのポイント見送ってもいいかなと思います。まあこんな感じでインジケーターねちょっと表示してあげると、まあちょっとこうね見づらいよっていう方もいると思うんですけど、間違いなくね精度は上げられるんで、しっかりと利益に変えていきたいと思っている方はなんかこういった部分もねちょっと取り組んでみてほしいなと思います。それではね最後に BR コンボの受け取り方法についてお伝えしていきます。ここまでしっかりとついてきているあなたであれば、今回ね紹介した僕の生産みたいな利益を上げることは十分にできます。もう少しでねあなたも BR コンボ手に入れられるので、しっかりと確認してください。では BR コンボを無料で手に入れるための3つの条件をお伝えします。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。今回紹介したねサインシグナルに関する意気込み、まあ、あとは今後やってほしい企画、そうだな、まあバイナリーのことで悩んでることがあればじゃんじゃんコメントをください。何度も言ってますけど、僕はねコメント全部見てます。でそれを踏まえて毎回ね動画作りにも参考にさせてもらってるんで、検証してほしいこととか何でも構わないんで、何かしらちょっとコメントもらえればなと思います。じゃあ最後3つ目、僕の LINE ねキーワードをお送りください。送ってほしいキーワードこちらアップルになります。まあ今回ねアップル研究員と共同開発ってことで、まあキーワードをねカタカナのアップルとさせていただいてます。カッコ外してキーワード単体で構わないんで、僕の LINE でねキーワードをお送りください。この表示されてるキーワードコードからでも LINE に飛べますし、動画の概要欄にも URL が記載されてるんで、どちらからでも追加することは可能です。
はい、じゃあね、条件の説明は以上となります。この行動を起こせるあなたなら、これからねこのシグナルを使って十分稼いでいける可能性はあります。そしてさらにね、有益な情報なども LINE で惜しみなく渡していくので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは LINE の登録方法について一緒にねやっていきたいなと思います。まずこのタイトルの部分を押してください。そうするとこのようにね概要が出てきますので、一番上ですね、陽介の LINE っていうね、ここの URL を選択してください。そうするとアプリで開くっていうので、いろんなねブラウザ開くことができます。まあ僕ね iPhone 使ってるんで、そのままサファリで開いてみましょう。そうするとこんな感じでね、画面が切り替わってアプリで開くという画面出てきますので、こちら押してください。そうするとこういった画面出てくるんで、そのまま開きましょう。そうすると LINE 追加ねできる画面出てきますので、この追加を押していきましょう。僕はすでに登録してるので何も出てこないんですが、初めての方はね、表示されてる画像のように LINE 追加できる項目が出てくるんでタップしてください。そうすると簡単なアンケートが届くかなと思うんで、豪華プレゼントを受け取りたいっていう方はぜひお答えください。これであなたも僕の生徒の仲間入りです。それでは本日の動画はここまで、また LINE でお会いしましょう。